神に子供などいない。独身でとても怒ってる。いや、もうお怒りではない。感触が治ったか。おらの神は時代が違う。その神には愛がない。あるね。ユダヤ人を愛してる。<を>もちろん聖書は一番です。しかし、多くの人々にとって、内容を知るには映画が手っ取り早い。物語を具体的に役者が、えー、具現化する。そう、具現化です。具現化というのは問題だ。我々ユダヤ教徒は神の具現化、すなわち偶像崇拝を厳しく禁じておる。 ああそもそも我々にとってナザレのイエスは神じゃない。ああ。誰が演じるんですそれはもう、期待の新人です。トッド・ホッカイザー。全国でオーディションして、オハイオのアクロンで見つけた掘り出し物です。まあ、ホッカイザーは魅力的ですが、出番は一瞬で、映画はローマ軍の一司令官の視点で語られます。驚かすアントニーヌス。普通の男です。最初は東からやってきた謎の男をいぶかるが、徐々に敬意を抱くようになる。 そのオトロカスを演じるのはベアード・ウィットロックですいいね確かに彼は素晴らしい俳優だヘイル・シーザーは我が社にとっても今年一番の大作ですどこから見ても最高傑作となるべく莫大な予算を投じて挑んでますこれだけの投資をする以上信仰を持つ良識ある国民の反感を買うものを市場に出すわけにはいきませんどの宗派にも受け入れられるものでなくては台本はもう読んでいただけましたね 聖書から逸脱していいいる箇所があればご指摘たただきたい二輪馬車のあれは無理がある全速力で走ってる馬車から馬車へ飛び移るなんて <laughs> えー、では検討しましょうですが宗教的観点からはイエス・キリストの描写は合格ですかキリストの本性というのは劇映画で描けるほど単純ではありません どういうういことでしょうキリストが神で神がキリストというがそんな単純じゃないそりゃそうだあのザレビ人は神じゃない神じゃないとも言えんぞ彼は人間だ神の一部だ違うじゃあ我々みんなの中に神がいるんですね、まあ、イエス様を神の子とみなすのは我々カトリックの信仰の根幹です彼は人の姿をしていたその神の子イエスが世界中の人の罪を背負ってくださったおかげで他の神の子すなわち不完全な存在である我々は 信仰を持つことによって神の王国に行くことができるのですじゃあ神は二つに分かれてるそうでありそうではないああ二つで一つだ一つで二つだいまいちついていけませんああ君がついていけないのも無理はないこいつらが行かれてる神に子供がいる犬を飼ってるか剣士はコリ神に子供などいない独身でとてもイカってる いやもうお怒りではない。感謝が治ったか。おタクらの神は時代が違う。その神には愛がない。あるね、ユダヤ人を愛してる。神は何人も愛される。神は愛そのもの。いや、神は神だ。つまらんことを言うな。俺だって俺だ。だが、映画の中ではどうやって神を表す,すか。神は映画じゃ表せない。トトホッカイザーは何者だ。待って、話が広がりすぎたようです。今日は神とは何かを言い合う必要はありません。テーマはキリストです。他の話はまたにして。 質問は映画の描写に誤りがないかです。マシな方だろう。プロテスタントは問題ないでしょうね。相手に良識があれば。カトリックは神への敬意が感じられるし、品のあるいい作品だ。とてもよろしいんじゃないですかね。いつから評論家になったでは、ユダヤ教としてはええ、知ったこっちゃないね。 thank you